皆さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之です。どうも、久しぶりの YouTube 更新になりました。すいません、お待たせしました。今日はですね、ちょっと小話というか、整形写真 Tips 的なことをお話ししたいと思うんですけども、この前の動画でね、シグマさんの 14-F1.4 っていう、レンズのレビュー動画をアップしました。でその中でですね、作例を見せていたんですけども、その時の、設定について質問が来まして、作例ではですね、まあ作例っていうか性能評価用の画像なんですけど、それではシャッタースピード5秒っていうですね、露出で撮影していたんですよ。でまあ地球が自転してるんでね、あんまりシャッタースピードが長すぎるとその星が流れて映ってしまいますよねっていう話はもちろんなんですけども、なぜ5秒なんですか？なんかその基準、シャッタースピードを考える上での基準があったら教えてくださいみたいな質問がありました。でそういえばその辺ちゃんと動画にしたことなかったなと思ったので、今日は、そのシャッタースピードの設定というか考え方ですね、私が考えていることをお伝えしたいと思います。それでは行ってみましょう。まあ、整形写真といっても写真なので、一番大事なのは適正露出を得ることなんですよ。適正露出、センサーに十分な光が届いていれば、OK ですよということで、昼間の撮影とかだと基本的に光がたっぷりあるので、シャッタースピードを長くしたり短くしたりっていうことを、まあ、その自由度があるんですけども、夜の撮影の場合、星の撮影の場合ですね、基本的にはその自由度がない。シャッタースピードが長くなってしまうと地球の自転によって星が流れてしまうし、星が流れるのを気にしてシャッタースピードを短く設定してしまうと、今度露出がアンダーになって、ノイズの多い、ザラつきの多い写真になってしまうっていうことで、その両者のそのバランスをうまくとって、その撮影者の意図の通りの写りをするっていうのが大事なんですけども、それを判断する基準として、まあ古くからある考え方っていうのが500割る焦点距離っていうやつですね。これ聞いたことある人いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、その星を撮影しようとするシャッタースピードを500っていう数値を、これ500ミリですね、500を数値を基準にして割ると、星が点で映るシャッタースピードが、そうだね、星が点で映るシャッタースピードが出てくるっていうやつですね。例えば50ミリのレンズを使った時に500で割ると10秒なんで、10秒までは点で映って11秒から点で、映らなくなりますよ、どんどん線になっていきますよっていう、まあ、考え方なんですけど、これね、一回忘れてください。ね、古いんですよこの情報。多分ね、15年ぐらい前に海外で使われ始めたのが最初じゃないかなと思います、この500ルール。その時はやっぱり画素数って、その500万画素とか、よくても600万画素、700万画素っていう世界でしたし、それからカメラの交換の性能が高くなかったので、基本的には赤道儀を使うっていうのが、星を点で撮るためのテクニックだったはずなんですよ。でそこから今はもうだいぶ時代が変わってて、カメラも進化してレンズも明るくなってね、明るい上に描写性能も上がってるっていうので、だいぶ古いルールで通じなくなってきてるんですね。なのでこれは一回忘れた方がいいなと思うんですけども、ちょっと昔話すると、そもそもこの500ルールですね、最初に広めたの多分私なんですよ。当時私、天体望遠鏡メーカーに勤めてたんですが、その会社で、とあるポータブル赤道儀っていうのを発売したんですね。でそのポータブル赤道儀で整形写真を撮りましょうという風なのが、発売されて、でそのお店に足を運ぶんだお客様が店員さんに聞くわけですね。これシャッタースピード何秒からこれ使えばいいのっていう風に聞かれるわけですよ。でそこで店員さんは分かんないので、どこからおすすめすればいいんですか、このポータブル赤道儀というやつはっていうような感じで困っちゃったんですね。でその時私、なんというか研修係というかですね、いろんなお店に行ってこう星の撮影方法の研修をやっていたんですけども、その中でその境界線ね、ちゃんと線引きができるようにってことで紹介したのが500割る焦点距離でした。
つまりその 500÷ 焦点距離以上の露出がかかるんだったら赤道儀が必要ですよっていうご案内をすれば店員さんは OK だったし、お客様もそのルールに沿ってお買い物をしたり自分で設定を考えたりすればよかったっていう感じなんですけど、その研修の後ですね、そのお店のポップ、あのこうカメラが並んでて、上にこうデーンってなんかいろいろ情報載ってるじゃないですか。あそこにでかでかと500÷焦点距離って書いてあって、でそれ見てみんなね、その500÷焦点距離っていうのがあるんだということで広まっていったと思うので、多分ね私が原因なんですよね、あれ広まったのはね。なので、その私が言いたい、そろそろ忘れましょうということですね。で、あのじゃあ何を基準にすればいいのかというと、今はちゃんとね、今のカメラ、画素数に合った考え方というのがあります。その考え方というのが NPF ルールというものですね。 NPF ルールっていうのはですね、使っているカメラのセンサー、それから画素数、焦点距離、 F 値か、まあ現実に言うとそのどの方角を向けるかっていうのにも変わってくるんですよね。そこから導き出されるシャッタースピードが、その星が点で撮れるギリギリの露出ですよみたいな感じの考え方なんですね。なので焦点距離によっても変わってくる、カメラのセンサーサイズや画素数によっても変わってくるってことで、非常に、正確な情報が得られるのが NPF ルールでございます。でその話を最初に戻すと、シグマの14の EF1.4 で、シャッタースピード5秒っていう設定で撮影したのも、私はその NPF ルールに沿ってなんですね。じゃあ NPF ルールに沿った、その撮影の設定ですねはどうすれば知れるのかというと、まあインターネットでその NPF ルールを調べるサイトもあるんですが、今だとね、あのスマートフォンのアプリでフォトピルズっていうのがあります。でそのフォトピルズの、NPF ルールの計算表があるので、それを使うのが一番いいと思いますね。このフォトピルズっていうアプリですね、今回紹介する NPF ルール以外にもいろいろな有益な情報を得られるアプリになってます。結構いい値段するんですけど、あの私もですねこのアプリかなり頼って普段から撮影しているので、皆さんもぜひ活用していただければと思うんですね。この中でも、今日皆さんにご紹介したのはこのスポットスターっていう、項目になります。これが NPF ルールを、調べるので、非常に有効なんですね。例えば、まあ、カメラ、例えばソニーですよね。あの時使ったのは α7R5 ですよね。α7R5 を使ってました。でこのフォトピルズのいいところはですね、あの似たようなアプリ他にもあるんですけど、やっぱり新商品のカメラとかね、他のアプリってあんま更新されないんですけど、これは常に更新されています。で、この焦点距離 14mm ですよと。でこれは、ここに書いてますけど、実焦点距離を使用してくださいと書いてます。要は APS-C サイズとかマイクロフォーサーズを使った時に 35mm 換算ではなく、レンズに表記の実際の焦点距離ですね、 35mm 換算っていうのは映る範囲を示したものなので、実際のその焦点距離とは違うものになります。なのでここでは実焦点距離を、はい、入力してくださいって書いてますね。まあテレコンバーターなんて項目も下にありますけど、で次 F 値を、設定します。はい、で今回はあのシグマさんの14の 1.4 なんで、F1.4 で撮影しましたよと。で次がですね、ここがね最小変革っていうのがあります。これちょっと説明すると難しいので今飛ばしますが、不明な場合は0のままでいいですっていう風になってますので、これ0にしてください。で次ですね、この右側に詳細かデフォルトかっていうのがあります。デフォルトが、星の跡が目立たない、その星が線になっているのが目立たない、ほぼ天井ですよと。で詳細だと大きな印刷向け、さらに細かい厳しい数値になりますということなんですね。で今詳細にしてみましょう。で一応下に書いてますよね、 NPF ルールで、あなたのカメラのメガピクセルを考慮に入れて 5.49 秒の露出までは点で撮りますと。でそれ以降はだんだん線になって映りますよっていうのがこれで出ます。
で、その下に500ルールってありますね。古典的なルール、最新のカメラにあまり適さないと書いてますが、500ルールだと35秒ということでだいぶ差があるんですけども、つまりですね、ここから導き出して私5秒っていう露出を決定してるんです。はい。で、この詳細ではなくてデフォルトっていうのにしてみると、10.97 秒までは OK っていう風に書いてますね。そうだな、どのぐらいだろうな、 L 版のプリントとか A4 とかでもそんなに気にならないかもしれないですね。それから SNS に投稿する分には全くこれで問題ないと思います。ただ私はまあ仕事上ね、大きくプリントするっていうことがあります。写真展とかで使うこともあるので詳細でやってるんですね。はい。なので、こういう計算式にのっとって、あのシグマの 14-F1 っていうの動画の作例では5秒っていう露出でシャッターを切ってたってことですね。はい。ということでですね、こういうことを考えながらあの設定を決めているっていう感じですね。まあ、もちろんその何でもかんでも点で取れればいいっていうことじゃなくて、これを基準にして妥協点を見つけるっていうのが一番大事な作業かなと思います。その、バッチリ点で取れるのがいいのか、ちょっと流れてもそんなに気にならないよっていう感じなのか、やっぱりそれは一番大事なのは最初に言った通りですね、適正露出を得ることなので、そこはブレちゃいけないです。適正露出をしっかりと得る上で厳密にいった方がいい、行かなくていいのかみたいな感じの、妥協点を自分の中で持って設定撮影してみるとのが、大切なんじゃないかなというふうに思いますので、皆さんも、この NPF ルール、それからこのフォトピルズですね、ぜひ活用していただいて500ルールは忘れてください。はい。ということで、今日の動画は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。したっけね。どうもどうも。